県米施設、立石富二郎時代の長野慶二郎。米国では、満月のようにふっくらとした丸顔の陽気で活発な少年と描写された長野慶二郎大正6年1月13日は、幕末、明治の通訳、幕臣。別名に立石富二郎、横目八、米田目八、米田慶二郎。少年期に、万、ま、円元年県米施設に参加し、 トミーの名で、米国で話題となった。岩倉施設団にも参加。米国夫人に囲まれるトミーこと立赤富二郎。ご夫人型のペットと書かれた絵帽子が、レンガに似ていることを風刺したポンチエ。トミーがレンガを見ながら、どれか一つが、自分の帽子なのだがどれが誰のかわからないと言っている。日本人の小人、トミーとして、ミンストレル小劇団クリスティーズに出演していた。 黒人パフォーマートーマス・ディルワード。1860年代前半。当時施設団の日本人の顔が黒く黒人と間違えるといった風刺画も描かれていた。東洋なまりの英語や日本的な身振りのパロディで人気を集めた旗本、小花渡美星の次男、小花和ため八として、江戸小日向端馬場東横町で生まれる。母方おじの通事と手一緒徳十郎より、乱語。 英語を学び、徳十郎に従い伊豆下田で、米行子、タウンゼントハリスラより英語を学ぶ。1858年長崎英語練習所に入学、1859年神奈川、運上書通弁見習いとなる。おじの徳十郎と共に1860年の万円元年県米施設団に無給見習い通じ、立石富二郎として同行し、渡航中より、 船内の米人と親しく交わり、トミーの愛称で親しまれた。この呼び名は、本名のため、蜂のためから転じたとも、船内のあらゆるところに出没することから、ピーピング、トムのトムから転じたとも言われる。米国到着後も、大人の施設たちが、幕府に仕える武士として、感情をあらわにせず、かしこまる中、陽気な少年トミーは慣習に嘆きスをするなど、愛嬌を振りまき、 施設団の同化的存在としてメディアの注目を集め、実は日本のプリンスであるなど、巨実ない混ぜで面白おかしく連日報道され、実物の日本人を初めて知る、米国人の好奇心をかき立てた。英語ができ、快活で愛想が良く、気取らず、社交的な少年と描写されたトミーは、米国の女性たちから何千通ものラブレターや、プレゼントが届くほどの人気となり、 雑誌の表紙を飾り、トミー・ポルカという歌まで作られた。2ヶ月間の滞在の後帰国し、母方の米田生に改名、親とい通じとなり、改正書教授職並み出役、外国奉行御所管係を歴任、暗殺された通訳ヘンリー・ヒュースンの代わりとして、ハリスの指名により、講師館の通訳も務めた。下屋七軒町に、英語塾を開き、三宅集。 増田隆、矢野次郎らが学んだ。1865年、不評差し図役、東取金方となり、第二次長州征伐に従軍、徳川義信の,の大阪城入りの際には、将軍に越見する、ロバート・バン・ボール・クンバーグ第三大米公使の、通訳を務めた。1868年に、不評頭並みとなり、母親戦争では、兄の重太郎と共に出兵し、 今ちで兄を失い、自身も負傷した。隊長の大鳥圭介と共に、仙台に逃れた後、幕府軍の武器調達のために、武器商人スネルと上海に密航するも上海に、立ち寄った渋沢栄一に悟され、帰国。先祖に長野氏があったことから名字を長野に改名。1870年、県米使節団で知り合った福沢諭吉の推薦により、 かつて英語塾での教え子だった三宅修の後任として、金沢藩の中学登校の教授となった。英語を教えるだけでなく、学生に爪の手入れを促し、書生の腰手拭いを止めさせるなどハイカラな生活指導も行った。1871年には岩倉使節団に二等書記官長野慶次郎として随行、その社交性から使節団内の薩長出身者からは、 軽々しい人間と白い目で見られていた。公開中には、津田梅子ら女子留学生に戯れをかけたとして、模擬裁判にかけられた。1873年に帰国し、公武所鉱山領に出資したが、1877年の鉱山領改組に伴い免職。1878年、一家で北海道に移住して、缶詰製造に従事するもうまくいかず。 開拓士御用係の職を得、鈴木大明に随行して、ウラジオストックに出張するなど外事家御用に従事、したが開拓支廃止となり失職。1882年農商務省所属鉄道部に移り、岩内鉱山主任となったが、1883年に炭山廃業のため機能。岩倉施設団で一緒だったハワイ総領事。 安藤太郎に同行して1887年、一家でハワイに渡り移民監督官を務める。1889年に帰国後は、妻の実家の援助で東京の芝で酒屋を開いた後、大阪高祖院通訳官として単身赴任。晩年は伊豆の戸田村に隠居し、当地で没した。死の直前に受選し、青山墓地に埋葬された。 少年トミーとして、米紙を賑わして、以降、長い間忘れ去られていた人物だったが、トミー・ポルカの楽譜が、米国人貿易省によって発見されたことが1980年に、毎日新聞で報道され、孫の桜井茂弘が名乗りを上げ、その生涯が判明した。当時、米国では、ラテンダンス音楽のポルカが流行っており、彼の人気ぶりに、ドイツ人音楽家、 チャールズ・グローブが1860年に作曲したトミー・ポルカが誕生し、施設団帰国後に社交界で大ヒットとなり、舞踏会で踊られた。トミー・ポルカの歌詞ポルカのほか、1860年には偉人種を揶揄する南ンンス砂歌詞のザグレート・ジャパニーズ・エンバシーなる曲なども作られており、ジャパニーズ・トミーの芸名で人気となった。 黒人芸人のコミカルなミンストレルショーなどの影響もあり、米国における日本人男性に対する滑稽なイメージが形作られた。ありがとうございます。